いやすみません、同じ動画だったんですね。まあいいや。まあ今回の動画に返信させてもらいます。YouTube で、まあ、お金を稼ぐことってのは多分今は非常に簡単なんじゃないかなと思います。ただこの簡単っていうのは何に比べてって話です。何についても簡単だとか難しいとかっていう時に何と比べてっていう風なね、その比較対象をちょっと用いないとおかしなことになっちゃうんですよ。私が YouTube が簡単っていうのは店舗をやったり会社を作ったり人を雇ったり、それからアフィリエイトをやったり、その他転売をしたり投資をしたりするよりも一番 YouTube が簡単だって言ってるんですよ。だから YouTube が攻略できなかったら他のビジネスやるのはもっと難易度上がりますんで、 YouTube をやる以上に腹くくってかからないと、まあ、難しいでしょうね。でよくね、投資に参加する方いるんですけども、暗号通貨込みでね、まあ、体の A だとかビットコインの初期の購入とかをしてた人はちょっと別なんですけども、まあ、多分誰かがうまくいったのを見て参加してる後発だと思うんですよ、ほとんどの方は。暗号通貨ね、私は体のエダは先発も先発でした。それこそ日本に入ってきて最初の1000人とかじゃなかったかなと思うんですよ。ビットコインも同じです。アフィリエイトに関しても広島ではトップレベルで早かったと思います。だからこそ展開できたんですよね。で誰かが儲けたらしいっていう風な噂を聞いて参加するのは全部後発なんですよね。投資に関しては先に参加した人が圧倒的に強いわけなんですよ。まあ、例えば一つの投資の案件があって、それを最初に参加した人が購入しますよね。後から買った人っていうのはその投資案件のこう平均単価を上げるんですよ。だから最初に参加した人が儲かるんですよ、含み益を得るんですよね。だから最初に参加した人が含み益を得た段階で利確して離脱したら、後で参加した人は含み損を抱えるだけなんですよ。まあ、そういうことが2017年にもありましたよね。2015年から暗号通貨をずっと育ててきた人が2017年に価格が上がったもんだから、そこで利確をすれば当然ですけども、2017年に参加した人は含み損を食らうわけなんですよ。あとは最初から参加した人がね、どんどん利確して儲かった儲かったってやるたんびに、2017年の10月以降に参加した人がどん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 決済できないような含み損を抱えて塩漬けみたいなパターンになっちゃうんですよね。それが繰り返されてるんですよね。難しいですよ。でもビジネスっていうのはほとんど世の中の景気に左右されずに、自分がどんな商品を選ぶのかを決めることができたり、自分がどんな人にセールスをするのかを決めることができたり、自分がどんな価格で展開するかを決めたりできたりするんですよ。だからすごくやりやすいと思います。でビジネスを扱うようになって、そこで生まれた余剰資金を投資にっていうんだったらいいんですけども、ビジネスがダメだから投資に行くっていうのはこれ単なるギャンブルですよ。でたまにうまく人はいますよ、たまにうまくいく人が。でもそれは運なんですよ、再現性はないんですよね。もちろん運っていうのは学べば運が強くなるってものもありません。サイコロ振れば誰がやっても6分の1なんですよ。でどうやったら6分の1を5分の1にできるかっていうのは、それイカサマとかでもない限り無理なんですよね。だからもう超能力とかになってきますんでね、ミスターマリックさんみたいな。まあ、ですので私は一番最初にビジネスをやっぱり身につけるべきだと思います。YouTube をやるのもビジネスがやりやすいから進めるんですよ。 YouTube をやることによって集客、要するに再生数が見込めますよね。その YouTube で発信したテーマの延長線上に、視聴者さんが見てくださった延長線上に有料の商品が待ち構えてればいい話なんですよ。じゃあ恋愛のネタでずっとやっていくときに人が集まってきました。恋愛の商品を、恋愛の問題解決に対しての商品を買ってくださる可能性高いですよね。まあ、この1年だと、まあ、コロナ関連の YouTube、YouTuber さんいろいろありました。コロナに打ち勝つための、コロナ後の世界を迎えるためのコミュニティみたいなのにものすごくお金が流れていました。私はやりませんでしたけどね。私は速稼塾1本でしたけども、ただ人々の不安っていうのはもうかなりお金になるんですよ。不安が全てなんですよ。人のストレスっていうのが全てお金になるんですよ。だから自分がストレスを抱えているってことは、誰かにお金を払ってしまう、もしくは誰かにお金を吸い取られてしまう可能性があります。ぜひね、人のストレスを受け止めてあげるような、そんな人になっていくことができるんじゃないかなと思います。それを目指すべきだと思います。その人のストレスを受け止めて、そのストレスを解消してあげようと、人の悩みを解決してあげようっていうふうな愛情がお金に変わるんじゃないかなって思いますけどね。ではいってらっしゃい。